はい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 。正直に言ってな。うん。正直に言って、中日の立浪監督とか、やめてほしくないっていう、他の球団のファンおったんちゃうかなっていうふうに思うし、今日は、まあ巨人ファンの僕がですね、まあ1年間ペナントレース見てきて、監督、他の球団の監督に、ちょっとフォーカスを当てて少しお話ししていきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕小山翔平がですね、まあいろんなジャイアンツ情報についてだったりとかプロ野球についてお話ししていくというようなチャンネルになってます。はい、今年中にですね、チャンネル登録者数5万人、500人違うよ。5万人をね、今目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日話しようかなと思うんですが、今日はですね、まあ今冒頭でも言いましたけども、まあ1年間ね、僕ジャイアンツファンとして、ジャイアンツ戦全部見たんですよ。143試合、全部、試合解説、やったんですけど、ぜひね、まだの方、いらっしゃいましたら、見てほしいんですけど、全部ね、見たんですよ。巨人戦の143試合ね。で、まあ、主にセリーグ、まあ、僕、ジャイアンツ戦しか見てませんから、はっきり言って、他の試合とか、全然見てないんですよ。うん、詳しくね。まあ、ちょいちょいを見てたけど、あんま詳しくは見てないんですよ。で、まあ、あくまでジャイアンツ戦という、ジャイアンツ対、例えば阪神とか、ジャイアンツ対広島とか、ああいう形になってしまいますけども、ちょっとそれに対する、まあ僕の意見というか、その監督たちに対してね、まああくまでジャイアンツ戦だけなんで、ちょっとこう一概に全部は言えないかもしれないけども、あくまでこう、ジャイアンツファンから、ジャイアンツの、まあチャンネルを運営してる僕から見た、他の球団の、まあ監督の印象であったりとか、来年、辞める辞めないとかいろいろあるんで、まあそれも含めてちょっとお話していきたいなというふうに思ってるんですね。はい、じゃあまず我が巨人軍、安倍晋之助監督からまあ言っていきたいと思うんですけど、まあ来年ね、まあもちろん続投というところですよね。まあ優勝して、辞める監督どこにおんねんって話なんですけど、まあなかなかまあ今年ね、監督1年目というところで、1年目で優勝ってすごいよね。うん、で、まあもちろんね、安倍監督の采配が素晴らしかったっていうのもありますし、まあ選手もね、うまく若手とベテランがですね、融合したっていうのもありました。まあ、非常に、まあ、記事なんか見れたりとか、まあ、僕の予想でもあったんですけど、まあ、やはりヘッドコーチの新岡さんっていうのも存在大きかったな、大きかったのかなというふうに思うし、まあ、新岡さんもね、僕、三軍監督の時にね、一緒に、やらせてもらったりとか、してましたけども、めちゃくちゃ洞察力もすごいんですね。まあ、その人が隣に自分の右腕にいるっていうことも、非常に大きかったんちゃうかなと思うんですね。まあ、いろいろね、まあ、ヘルナンデスの怪我であったりとか、まあ、打てなかったりとか、まあ、いろんなね、まあ、事件というか、まあ、いろんな出来事ありましたけども、結局、まあ、守り活躍というかね、しっかりこう、ピッチャーを中心とした、守りがしっかりしてて、まあ、打撃もね、まあ、ヘルナンデスであったりとか、モンテスもいましたし、まあ、丸さんも活躍してましたし、吉川選手もね、大きく飛躍したっていう年ではあったので、そういったところで、非常にバランスがうまく取れてたというかね、特に夏以降、非常にこう、ここは頑張らなあかんなみたいなところにですね、しっかり勝てたっていうのが、まあ、ジャイアンツの大きなね、要因から、優勝した要因かなというふうに思いますし、非常に、いいシーズンになったんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が、あくまでね、僕の意見ですけど、まあ、ちょっとね、全試合見てないんで、他の球団のね、試合全試合見てないんで、ちょっとこうね、情報がこう、一貫してないかもしれないですけど、ちょっとね、各監督の印象なんかも含めて、ちょっとお話していきたいと思います。はい、じゃあ2位のまず阪神から見ていきましょうか。阪神はですね、岡田監督ね。はい、岡田監督。来年ね、辞めるみたいなんですね。はい、これびっくりしましたね。これね、岡田監督よりいい監督、僕いるのかなっていうふうに思いますけども、まあ後任は、まあ藤川球児さんが、まあ有力というふうな形でね、なってるという感じみたいですね、今ね。で、まあ岡田監督の印象って、まあ非常に、
まあ、まあ、結構この メンバーで言ったら結構固定しますよね。うん。だから去年からそうですけども、まあ、1番から9番までね、だいたいこう、いつも同じような形でね、オーダーを組んでいくっていうところですよね。で、まあ結構、まあ、リリーフとか、っていうところに関しては、今年に関して言えば、まあ、石井投手とか桐敷投手っていうのをね、めちゃくちゃ酷使してたかなっていうふうに、結構僕なりに思うんですね。巨人ファンなりに思ってて。まあ、あの二人を結構使うんだったら、まあ、あの、優勝したかったっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、結局2位に終わってしまったっていうのが、まあ、岡田監督ね、誤算だったんちゃうかなと思うし、まあなんかインタビューなんか聞いてても、なんか巨人にね、1-0、1-0であったじゃないですか。1-0で巨人が負けて、1-0でその次勝ってみたいなのあったじゃないですか。あれが痛かったみたいなこと言ってたんですけど、まあやはり、最後ね、まあ、巨人がちょっとだけポンとこう出ましたけども、脱ぎ出ましたけども、でもまあ非常に、やはり連覇、目指してるチームだけありますから、非常にこう力はあったなというふうに思うし、ただちょっとこう、まあ、なんか成績なんか見てるとね、結構エラーが多いなとか、うん、なんかこう結構サトテルがエラーしたりとかっていうのも、まあ他の選手もそうですけども、結構こうポロポロっとしてた、ところ、大事なところでのエラーっていうのが結構こう目立ったのかなと思うので、まあ非常に土のグラウンドでね、難しいところありますけども、まあそこはちょっとこう、阪神にとって、まあ痛いミスが結構今年に関しては多かったんちゃうかなって思います。はい。で、次行きましょうか。3位の DeNA ですね。三浦監督。はい。2023年に複数年契約をしてるみたいなんで、まあ来年も、まあするというところですね。で、まあ DeNA に関しては、まあ非常に、まあ強力打線ではあったんですけど、なんて言うんだろうね、なんか野球が雑いというか、まあこれは、まあ監督が悪い、一概に全部悪いかって言われたら、まあそうではないんですけど、やはりなんかこう、脆さみたいなのが結構あったのかなっていうふうに思います。ただやっぱり選手なんか見てても、梶原選手もそうですし、まあ、牧選手いますし、まあ、オースティンもいますし、宮崎選手もいますし、で、キャッチャーには山本選手ね。山本選手の離脱痛かったですね。うん。っていうのありましたけど、まあ、なんかその、なんか雑いなというか、まあ、特に守備というところに関して、なんて言うんだろう。ここでこのプレーやっちゃうんだみたいなところ結構あったんでね。そこは結構もったいないところだったかなと思うし、まあその、まあ足を使った攻撃っていうのがあんまりこう、まあ梶原選手とか結構走れますけど、まあそれ以外の選手であんまり、できないなっていう感じがあるんで、まあその長打でっていうところだと思うんで、まあそこはね、結構、まあ今年のセリーグというか、まああんまりボールが飛ばないと言われてる中では結構こう、難しい形になったんじゃないかなというふうに思いますけども、でも3位にね、入ったっていうのはすごいなというふうに思います。はい。で、次、4位の広島新井監督ですけども、まあ、続投有力という風な形になってます。はい。まあ、新井監督というか、まあ、まあ、新井監督の印象は、結構、まあ、ベテランとか、まあ、選手を信じて、まあ、起用し続けるなっていうところは、僕の中ではありますね。はい。まあ、巨人戦だけではあるんですけども、まあ、非常に、結構、ベテランの選手を使いがちというかね、なんか、広島ファンの、まあ、いろんな、こう、情報なんか見てると、誰々選手使えみたいな、若手の選手使えとか、まあ、いろいろね、言ってるファンの人も結構多かったりするんですが、まあ、結構、それをね、まあ、無視してじゃないけど、こう、結構ベテランというか、うん、結構こう、まあ、しっかり実績のある選手を、まあ、ずっと使い続けるっていう感じのタイプの、監督だと思います。まあ、ただ、まあ、発言であったりとか、まあ、インタビュー見てても、非常に選手との、まあ、信頼関係みたいなところが、しっかり築けてるなっていうふうに思うし、まあ、現役時代からですね、まあ、そういった形でね、まあ、人柄がいいっていうふうにずっと言われてた人なんで、まあそういうのは非常に、まあコミュニケーションを含めてすごくうまいんじゃないかなと思います。ただまあ9月ですね、9月1位だったんかな、初め9月1位で、で9月に1位のチームが4位まで落ちるっていうのは確かなんか史上初みたいな感じでね、僕見たことあったんで記事かなんかで、うん。だからそういったところで、まあ失速というところですよね。まあ特にピッチャー陣の先発陣の失速というところが大きかったなというふうに思うし、やはりまあ、いろいろ要因はありますけど、まあ、疲弊というかね、疲労というところが、結構こう、ガクンとね、まあ、精神的なものも含めて、結構ね、その最後の最後で、こう、ガソリン切れというか、エンジン切れになったんじゃないかな、というふうに思うし、まあ、それまではですね、非常にこう、
いい調子でいってたわけですから、まあ、今回のね、今年のセリーグのとのペナントはですね、特にこう、混戦というか、めちゃくちゃこう、団子で詰まってたんで、まあ、そういったところで、まあ、連敗というか、大型連敗をしちゃうと、もう一気に、まあ、1位から4位まで行ってしまうという、まあ、それぐらいの怖さというか、そういったところを、まあ、表すようなね、形になったんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。で、次、ヤクルトですけども、高津監督ね、続投というところですね。高津監督もね、結構、采配とか見てても、みたいな、みたいな、結構、采配結構あるんちゃうかなって、なんか結構こう、X とかでも、なんか高津の采配意味わからんとか、なんか結構、言われてたりするんで、僕もちょっとこうね、あれ、なんでこれをしたんだろう、みたいなことはありますけど、まあでも、結局5位ですか、うん。っていうところで、まあ、高津監督も、ちょっともしかしたら辞める可能性あるんちゃうかな、というふうに思ってたんですけど、まあ、続投というところで、まあ、まあ、僕からしたらラッキーというか、うん、まあ、今年もね、だって、村上選手とかでね、山田選手もそうですし、オスナ、サンタラ、で、協力打線なわけですよ、めちゃくちゃね。で、村上選手は、メジャー行く可能性もありますよね。来年かなんかにメジャー行く可能性もあったりとか、いろいろ抜けたりとかね、しますよね、っていうところで。やはり、その僕、主に下位のチームですよね。特に、まあ DeNA もちょっとあれですけど、まあヤクルトとかもそうなんですけど、まあ守備が結構脆いというか、うん。で、結構こう、ね、そんな感じあるじゃないですか。で、打線はすごいのにっていうところあるんで、まあやっぱピッチャーと守備っていうところがちょっと弱かったなというふうに思うし、まあ高津監督もね、結構、ようわからんところで、ようわからん采配したりするなというふうに思うので、まあそういったところの影響もあったのかなというふうに思うし、非常に、まあ、力のあるチームだったんで、僕はもうちょい上に来るかなって、A クラス3位ぐらいまで来るかなというふうに思ってたんですけど、まあ結局5位に終わってるんで、まあそこはね、まあなんか、新しい新体制になるのかなって、宮本慎也さんがね、やったりとか、まあ青木さんが、入ったりとか、なんかそういった形であるのかなというふうに思ったんですけど、まあ続投有力というところで、まあ巨人ファンからしたら、まあ嬉しい、ところかなと思います。で、最後、中日、立浪監督退任というところですけども、まあ中日は結構こう、まあジャイアンツからしたらカモにしてるというか、まあ非常に勝たせてもらってるチームなんで、まあ退任するのはね、ちょっとこう、やめてよって正直思うんですけど、まあよく、立浪監督が話題になってますよね。本当に、まあ采配もそうだし、めちゃくちゃこう言われてますよね。うん。でね、まあ実際結構ベテランを、荒井監督と逆かなっていうふうに思いますね。荒井監督は結構ベテランを、こう結構優遇というか、こう使ったりするんですけど、立浪監督はベテランを結構、不遇な扱いをするというか、まあ、ビシエドも含めて、まあ、大島選手もそうですし、まあ、大島選手も、まあ、年いってるけど、まあ、平田選手もそうでしたし、辞めましたけども、まあ、いろんな、こう、結構、中堅からベテランにかけての選手を結構、こう、なんていうんだろう。全く使わなくなるみたいな、結構極端なんでね。そこは、まあその、中日ももっと上手くやったら多分最下位ではなかったはずなんですよね。だけども、まあ、若手に欠けてるというか、まあその、球団社長かなんかも、かその、立浪監督の若手の起用をしてるっていう姿勢はすごく評価できるみたいなことを言ってたんで、もうそういう、そっちに振り切ってるのかなっていう風な形でね、思いますと。うん、で、まあいろいろね、ありますけど、まあ打てないとかありますけども、やっぱピッチャーに関しては、セリーグでもナンバーワンに近いかなっていう風に思うので、ナンバーワンぐらいちゃうかなって、先発もね、抑えとかも、まあ抑えもそうですけど、って思うので、まあそれに、そこで、まあダントツの最下位っていう風な形になってるんで、まあいかにまあ打線が結構弱いのかなっていう風なところもありますし、まあちょっとこうちぐはぐ感というか、なかなかこううまくいく、なんて言うんだろうね、可能性がないというか、うまくいく感じがしないというかね、まあ中田翔選手も含めてですけども、あんまりこううまくうまくいかなかったっていうのがあるんで、まあ2年連続ね、最下位かなっていうところで、まあすごく難しいシーズンをね、送ってしまったんじゃないかなというふうに思います。はい、てな感じで今日、まあその6球団の監督のまあ印象についてお話ししてきましたけども、まああくまで僕の意見なんでね、あくまでジャイアンツ戦しか見てないんで、まあ一概にね、こう、全部が全部っていうわけじゃないですけども、ジャイアンツ対どこどこっていう試合を見てて、こんな感じかっていうふうにね、思ったところはあったんで、今日ね、ちょっとお話してきました。まとめて言うとですね、まあ、岡田監督、立浪監督が辞めると、セリーグで言うとね、いうところで、まあ、まだ、
確定ではないですけども、まあ他の監督ももしかしたら、いきなり辞めたりとか、まあそれはないかなっていうところありますけども、うん、まあ阿部監督はもちろんね、続投ですし、うん、まあ三浦監督も複数年契約。で、新井監督もまあ続投有力というふうな形になってるんで、多分有力だと思うんです。続投だと思うんです。で、高津監督も続投っていうふうに書いてるんで、まあ、それ以外の、岡田監督と、まあ、立浪監督が、まあ、辞めてしまうというところで、まあ、その、後任がね、藤川球児さんとか、まあ、井上二軍監督とかね、まあ、中日で言ったら言われてますけども、果たしてまあ、どうなるか、まだ確定ではないので分からないですが、まあ、おそらく、まあ、そうなっていくんじゃないかなというふうに思うし、まあ、まあ、阪神に至っては、まあ、藤川球児さんね、まあ、その、フロントに入ったことないというか、まあ、コーチになって、とかそういった経験なく監督になるというところで、まあ、良くも悪くもですね、まあ、うまくいくのかどうかというところも、まあ、気になりますし、まあ、阪神という球団なので、ね、ライバル球団というところで、まあ、今後、ね、しっかりどういう野球をするのかというところも含めて分析していきたいなというふうに思っております。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。